皆さんこんにちは。SKFC です。こんにちは。今日も3人体制でお届けします。ちょっと一人ね、可愛い動物使って人気を得ようとしてますけども、その辺はスルーしていこうかなと。サントスもいるよ。ああ、もうサントスありがとうございます。さあ、ということで、はい、今日はもう言わずもがな、僕がこれ今着てます、ユニフォーム。あ、代表に着てんだね。代表ですよ。うん。そう、先日ね、代表ウィークが終わりまして、ねえ、なので、ちょっとそこについて語っていこうかと思うんですけども。フィーさん、ちょっと酔っ払ってます？すいません、そうっすね。ハイボール5、6杯飲んだ後の今です。すいません。もうそこ触れなければバレないのに、やめてくださいよ本当に。さあ、いいんですよそんなことは。でね、代表の試合が始まる前に、ね、ちょっとポイチさんについてとか、監督、こんな監督見てみたいとか、ちょっとね、僕ら語ってたじゃないですか。ですね、言ってましたね。言ってましたよね。はい、で、まあ一応結果としては、韓国戦が、3対0、はい、でその後に行われたワールドカップ予選のモンゴル戦が、なんと14対0ということで、2試合ともね見事に結果を出してくれました。結果は出たけどね、まずは勝利祝いましょう。で、まあね、僕とレイジさんこの間フットサルやってきて、その時のね動画もちょっと番外編で上げたんですけど、まあそこでもね、一回ちょっと人誤りしておいたんですけども、ちょっといろいろ生言っちゃいましたので、ちょっとそれも踏まえつつ、改めてこの代表2試合見て、どうだったかなみたいなのをちょっと語ってこうと思うんですけども、はい。うん、お二人、試合見てて、なんか感想ありましたか？僕はそうですね、うん、まあ、レイジさんが言ってた通りですかね。もう、やっぱコンディションが韓国は悪そうだったなっていう感じだったのと、まあ、みんな、なんか、山根選手の先制点とか見てると、うん、それこそ浦和と川崎戦の旗手選手のゴールが、左サイドバックの旗手選手がこう、もう最前線まで追い越してって、西川選手の股抜いたゴール。サイドバックがこう中に入ってくる、うん、中を抜けていくっていうのをまさに山根選手がデジャブのようにやってて、うん、だから割とその川崎でやってることも代表でできちゃうんだなっていうのをすごいなんか、感心したというか、それをなんかこう自由にやらせてるんだなって思って、まあそれがいいのか悪いのかちょっとよくわかんないですけど、うん、いやなんかすごいなと思いました。うん。単純に。一番思ったのはそこですかね、うん。あれはでもね、大迫選手のね、粘りというか。そうですね。うん、うん、うん。あれはすごかったね。そうですね。それが結果的にいいとこに転がったみたいな感じの点でしたからね。いや、そうですね、うん、あれは。もうそこをね、予測してかなんかわかんないけど、入ってきた山根選手はでもすごかったよね。うん。すごいっす。いや、あれ普通のサイドバックだったら無理ですよ。あんなとこに入っていくの。抜けていくのは。うん。そのポイチさん含めコーチ陣の代表のコーチ陣も あそこ狙えっていう指示だったのか、それとも山根選手が自主的にフロンターレでやってることをやっただけなのか、なんか別にその批判ばっかりするわけじゃないですけど、うんうんうん、その海外組とその国内組がなんかその、うん、なんかホテルかなんかが別々になってて、せざるを得ない状況なんでね、はい、でなんか練習の時しかその顔合わせられないみたいな状況だったじゃないですか、うんうんうん、だからなんかその戦術をこう
細かく掘っていくっていうことができない分、逆になんかみんなそれぞれが考えながらこう自分の特徴を出せたのかなっていうのが、なんか逆にあんのかなとかって、もうなんか勘ぐっちゃいますけど。でまあ、あの後にもう一試合、例えばなんか中堅以上の国とかとやれてれば、うん、もっと分かったと思うんですけど、まあ、うんうんうん、モンゴル戦だったんで、うん、まあ、結果よく分からないっていう感じ。でもそのレイジさんと番外編撮った時にもちょっと喋ったけど、はい、本当にその日本が良かったのか韓国代表がうまくいってなかったのか、なんかその辺がよくわからない試合ではあったよなっていうのは感じたんですよね。そうですね、うんうん、正直な話言うと、うんうん、やっぱ昔の韓国って、うん、フィジカル前面に押し出してガツガツ球際強くいくとか、うん、ね、もうなんかそれに加えてもう闘争心見出しで来るっていう感じの方がなんか印象が強くて、うんうん、でも今回そんな感じじゃなかったじゃん韓国。そうですね、そうなんですよね。だからなんかなんだろう、韓国の良さって割とそこが良さなのかなって俺は思うんだけど、うん、これは結構賛否両論あるけどさ、うんうん、けどでもそれがあるからなんか日韓戦もすごい盛り上がってたっていうのもあるじゃん、うんうん、でもそれがなくて、でまあ新しい監督さんの、まあ考えなのかなんかわかんないけど、もう割とスマートなサッカーをつなぐサッカーをしようと、うん、そんな感じじゃなかった、後ろからつなぐ。そうですね、うん、でだったから多分そういうサッカーになると、まあ、日本の方がテクニック上回ってるのかなって思うし、でそれを向こうがそうやって合わせてきてくれるんだったら多分日本の方が強いんじゃないのかな。韓国はその昔のその闘争心とかフィジカルガンみたいなゴリゴリな感じで来るからすげえ強かったっていう印象があって、うん、そこを日本と同じように合わせちゃったら、なんかやっぱみたいな感じだったよね。その通りだと思いますね、うんうんうん、スマートなサッカーをやるのはいいんだけど、それプラス前までのああいうのがあったら韓国もっと強いんじゃないかなと思うし、いつだかの東アジアの試合で 4-1 かなんかでボコられた時に、うん、確かキム・シンウクだったかっていうすんげーでけえフォワードがいたんですよね、背が高い、うん、なんか今回なんかそのイガンインのなんかゼロトップみたいなって言われてたじゃないですか、うんうんうん、だからなんかフォワードいんのかいねえのかよくわかんないみたいな、うん、あんまりなんかこう気使わないでもその割とそのなんていうのかな、余裕がありましたよね、ディフェンスラインにしてもそのバイタルエリアにしてもそのブランチのとこにしても、うん、だからなんかなんだろうな、うん、なんかまあ怖さがなかったですね、うん、怖さはなかったね。そのあのゼロトップのなんかシステム的なのって結構ソン・フンミに合わせたんじゃないのかなっていうことは、あ、うん、でも本人は出れなかったな。そうですね、ちょっと違ったかもしれないよね。まあでもまあ日本もそうですけど、まあソン・フンミンもそうだしファン・ウィジョも、うん、ファン・ヒシャも来てなかったですから、まあ日本やべえみたいな風にはまあなんないですよね、うんうん、やっぱ日韓戦ってなんか違くないですか俺らの世代から、なんか違う緊張感みたいなのありますよね、うん、なんか俺すごい、まあ、93年に J が開幕して、うん、でもうその時フランスワールドカップの予選の、ホームの日韓戦がすごい印象に残ってるんですけど、う
やっぱもうその時からもうガツガツさっていうのはなんかもうなんていうの見てる自分にも染みてるっていうか、うん、その試合があの山口元弘選手があの伝説のループシュートみたいなのを決めて、まあ最終的に逆転されて負けちゃったんですけど、うんうんうん、なんかすごい印象に残ってるというか、やっぱなんか常に韓国とやるときは緊張感があったんですけど、それがただの親善試合になっちゃったなっていう感はちょっと残念な感じがしますね。なんか韓国国内のなんかスポーツ紙とかもなんか結構やっぱ1週間経っても話題になってるっぽいよ。うん。うん、あの頃のそのハングリー精神じゃないけど、そういうのが今の韓国代表には感じられないみたいな、なんかそういうなんか世論が出てるくて、アンジョンファンとかも言ってましたよね。あ、そうなんだあのクラブ単位で考えても ACL でもここのところ韓国勢のクラブあんまりこういい結果残せてないクラブが多いですよね。そうだね、うん、比較的、うん、なんか一部の飛び抜けた選手がこうヨーロッパとかで活躍してるけど、その何て言うんですかね、自国で活躍する選手とこの中間層が今韓国はいないのかなみたいな、うん、うん、なんかこの間の試合しか、まあ、見てないから分かんないですけど、なんかそんな感じはちょっとしたっすかね。そうだね、うん、まあ、でもキム・スンギ選手はもうすごかったですね。さすがだったね。さすがでしたね。すごい、本当に。正直、前半から俺なんで使ってないんだろうっていうのはすごい不思議で。うん。でもあの前半のキーパーもあの、ロシアワールドカップの時の正ゴールキーパーでしたよね。そうだね。長距離の。うん。でもあの、え、あとセレッソの。キム・ジンヒョン。うん。うん。でも、なんだろう。キム・ジンヒョンもすごいんだけど、最近のキム・スンギュはマジでちょっと神がかっててさ、だから俺は絶対にもうファーストチョイスで来るんだろうなと思ってて、うん、で1点目2点目とか正直もうコースとかもすごかったから、うん、あれキム・スンギュじゃなくても止められなかったかもなって思うんだけど、でもなんかキム・スンギュの場合あれも止めそうな気がするんだよ。なんかすごい江坂選手とキム・スンギュってレーソルで一緒じゃないですか、うん、なんか2人のやり取りがなんか記事になってるのは見ました。見た見た。なんかああいうのを見るとやっぱ、うん、いいなって思いますよね。そう、俺代表デビュー戦だからシュート止めないでくれみたいなやつで、そうそうそう、うん、だなんか J リーグに来る、まあもちろんその外国籍枠とかアジア枠とかあるから、まあ入れれる人数に制限が昔からあると思うんですけど、やっぱ韓国人選手のそのフィジカルとかメンタルとかそういうスピリット的な部分ってすごいなんか J のクラブにすごいいいエッセンスになると俺は思ってるんで、うん、なんかその各クラブに一人っていうのはなんかもうマスト的に必要なんじゃないかなっていうふうに俺は思ってるんですけど、なんで J に来る韓国人の選手っていうのは、まああの来てない韓国人の選手がそうだってわけじゃないですけど、やっぱみんないい人なんじゃないかなって俺は勝手に思ってますあれさ、韓国代表のさキャプテン、うん、チョン・ウィヨンですか、うん、あれあれってヴィッセルとか京都にいましたね。だよね。はい。でなんかなんかねすごい印象的だったんだよな。なんかね2点目か3点目かなんか取られた時ね、その選手がめちゃめちゃ周りの選手に怒ってたのよ。おいう映像が一瞬映って、うん、だからやっぱあ日本を知ってる選手だからなのかなっていうのはなんかそうかもしれない、ね、うん、そうかもしれないですね。うん。まあ、同じ名前のチョン・ウィヨン選手がもう一人いましたけど、うん、ちょっともう名前はね、かぶるからね。そうですね、うん、でも確かもう一人のチョン・ウィヨン選手、確かバイエルンの下部組織かなんかだったような気がします。今はフライブルクとかだったと思うんですけど、
なんか俺韓国人のバンドの友達がさ、はい、サッカー好きな友達がいるんだけどさ、あ、そうなんですか。で、そいつが前に言ってたのが、あの、わかんない、韓国の人がみんな同じそういう考えかどうかわからないけど、はい、日本とやるときは絶対に負けたくないけど、だけど、あの、その彼は日本は強いから毎回やるたびに負けるんじゃないかっていう怖さがあるんだって、うん、それはでもお互い思ってるんじゃないですか。やっぱ怖いじゃないですか。お互いじゃん、うんうん、お互いきっと思ってるのをなんかこう強がって見せ合ってるじゃないですかね、うん、っていうのもあるね。まあ、正直でも今のアジアナンバーワンはもうダントツソン・フンミンだと思ってるんで、選手ね、俺としては、うん、まあ難しいですけどね、一概にどこがアジアで一番強いとかは言えないですけど、韓国がもう強敵なことは確かなんで、そうだね、まあ、今回 3-0 で勝ったから日本の方が上だよとかっていうふうにはもう単純にはなんないのはもうみんな分かってると思うんですけど、たださ、あのワールドカップのアジア予選のさ、レギュレーションが変わってさ、うん、なんか前までは、最後決勝リーグって1個しかリーグなかったよね。その中の上位2チームとかがなんかアジアからワールドカップに出れるみたいな、アジア枠って 2個とかしかなくなった。最初は少なかったですよね。こうだからあの時ってなんかもっとその予選が今よりもすごい厳しかった気がするのよ、うんうん、他の国とのね差もあんまりなかったし、でも今ってなんか決勝リーグみたいななんか2つぐらいあるじゃん、はい、そうですね、最終予選、そうそう最終予選か、うん、でその上位2チームが出れるじゃん、うん、でそうなると毎回韓国とは違う方に入るんだよね日本ね、うん、だからなんかそこでの真剣勝負っていうのを俺はもう一回見たいなっていう気が、うん、それはありますね。そう、最終予選で韓国と会ったら正直もう嫌ですね。嫌だよね。まあ、その見たいですけど、うん、力関係とか考えたら全然勝てる勝てないって分かんないですからね。うん、ですね。ですね。ですね。うん、で、もう一試合のモンゴル戦についても話そうかなと思うんですけど、はい、これがまたね、結論から言ってしまうと、はい、ドイツさんのサッカーどうこうは、うん、とりあえずは置いといて、日本は絶対強くなってるし今強いと思うの、うん、じゃなかったらあの14点ってなかなか取れないと思うんだよね。そうですね。うん、だから選手ものレベルとかも絶対上がってるじゃん、その海外にいる選手もいて、J リーグも絶対上がってると思うし、うん、そう山根とかみんなねすごい選手じゃんか、だから確実に強くなってるじゃん。そこにでそういう選手たちはあの自分のチームでもやることがあって、どういうサッカーをすればいいかっていうのは分かってるから強くなってるとは思うわけよ、うんうん、だから大石さんどこじゃないんじゃないかな、うん、そうなんですよね。そうなんかあんまりこう参考にもならないし戦術云々っていう話にもならないし、ただ一個だけ言えるのはなんか今までの日本代表だったら多分5、6点取ったところで、なんか相手に合わせちゃうというか、うん、で、なんか後半グダグダして、なんかなんとなくスッキリせずに終わっちゃうみたいなところがあった気がするんですけど、うん。なんかこれをなんか後半最後まで点取り続けて14点までいったっていうところは、なんかこう、どんな相手でも最後まで力出し切るみたいな、うん。それは今までの日本代表にちょっとなかった部分かなとは思ったんで。めっちゃ思った。ですよね。だって伊藤選手、伊藤純也選手なんか毎回絶取りに行ってたじゃん。うん。取ろうがいや、もう一回取りに行く。で、中のね、
大迫とかに合わせた時に失敗したらうわーみたいな感じでさ、すげえ悔しかったんだよ、うんうん、7対0とか8対0とかそういう状況でも、うん、だからもうなんか容赦しないって言ったら変な言い方かもしれないけど、相手に対してリスペクトを払ってずっと全力で言ってたっていうのは、あれはすごいいいなって、うん、素晴らしいなって思った、うん、あと招集されて韓国戦出番なかった選手みんな使ってくれたんで、もうそれだけで満足です、うん、松原健選手が好きなんで僕出てたね、はい、うん、ただ評価が難しいですね。まあそうだね、出場時間とかも含めてね。でもやっぱみんなこうアピールしたい気持ちっていうかが、もう本当にやっぱ前面に出てたのが、うんうん、まあなんかこう、僕リアルタイムでは見てなかったんですけど、基本的に俺なんか録画とか見れないんですよね、サッカーの試合、うんうん。だって、ゴールシーンまで早送りとかしたくなるじゃないですか。うん、結果を知ってしまったら。そうなんですよ。結果してしまったらそうなっちゃうんですけど、でもモンゴル戦は結構、普通に14対0に最終的になるっていうのは分かってても、なんかこう、楽しめて見れたっていうか、だったんで、まあ、まあ、まあ、意味がある試合だったって言ったらあれですけど、まあ当然公式戦で二次予選ですよね。うんうんうん、まああれなんですけど、まあ良かったんじゃないかな。まあ結果だけで見たら17得点0失点ですからね。まあそうだね。うん、まあもう何も言えないですね。言えないというか、まあそうだね。だからこの2試合だけで判断するのって難しいよね。難しい。そうですね。コロナ禍っていうのも大前提でありますしね。うん。で本当そのレイジさん言ってたみたいに、ソン・フーミンとかがね加わった時の韓国がどうだっていうところももちろんあるだろうし。多分全然違うサッカーになると思うんで、うん、そういうところはもちろんある、なんかこう判断の難しい2試合だったなとは思うんですけど、ただまあそういう中でもしっかり2試合こう両方とも結果としては満足できる数字というか残せたのはすごい確実に進歩してんのかなっていうのはすごい思ったので、うん、僕は単純に2試合楽しめてよかったですね。ちょっと思ったんですけど、はいはい、戦術大迫って、まあ、よく言われるじゃないですか、うん、でそれはもうまさにその通りで、まあ、大迫がいるいないでもう全然違うと思うんですけど、うん、でやっぱなんかその世論的にはその大迫の代わりになる選手を探さないとみたいなことってすごい言われるじゃないですか、うん、でもなんかさっき解説動画なんか見てた時にもう言ってたんですけど、あのレベルの大迫選手クラスのプレー、同じようなプレーする選手って世界探してもいねえぞとかって言ってたんですよ、うん、確かにそう言われてみればそうだなと思って、うん、だからもうポスト大迫って無理なんじゃねえかなって俺なんか見ながら思いましたね。だから逆に言うと、そのポスト大迫を探せみたいなって人は、じゃあ逆に他の国から世界中からその代わりになる選手って誰を指名するんだろうとかって考えた時に思いつかないですよね、うん、まあその動画の人はフランス代表のジルーって言ったんですけど、うん、うーん、そう言われてみれば確かに誰が代わりになるんだろう、代わりできるんだろうと思うと、うん、もう大迫選手ってもう結構なんかスペシャルな選手なのかなと思って、うん、だからなんかもうポスト大迫とかっていうのってなんか代わりとして入る人がかわいそうだなってなんか思いました。うん、だからまあ浅野が出るなら浅野選手が生きる、うん、その戦術っていうかフォーメーションとか、
そういうのをなんかこう柔軟にやっていけばいいんじゃないかなと思いました。まあそうだね、確かに大迫が出てるときは大迫システムなので、うんうん、でも結局そのメッシとかクリスチアーノ・ロナウドとかもそうじゃないですか、うん、ポストメッシなんているわけないじゃないですか、まあ、そうだねっていうレベルなのかなって思いましたね、うん、だからみんなそれぞれが自分の特徴を出して噛み合っていけばいいんじゃないかなと、うん、使いどころを間違えなければ監督がいいのかなっていう。大迫選手ね、ブレーメンではね、なんかいまいちちょっと使われ方が中盤とかで使われてるんですよね、うん、中盤っていうか、いやまあでも中盤の3枚の真ん中とかで使われてたりとか、うん、まあ、トップのトップの下とかもあるし、その、まあ、2トップの一角の時もあるけど、基本的に使われるのはやっぱちょっと中盤のトップの下なんだよね、うんうん、レイジさんブレーメン好きですもんね。ブレーメン大好き。あのブレーメンの試合って見てるんですか？めっちゃ見てる、毎試合見てる。マジっすか、うん、いいな。でも大迫選手は試合出てないし、なんか大迫選手に合わない戦術だなっていうのはめっちゃある。ああそうなんだ。うん、で逆に大迫よりもサージェントっていう選手がいるんだけど、その選手の方がなんか戦術が合ってる感じなんだよね。でもそれはもうサージェントには合わせるみたいな感じなんだけど、大迫ってやっぱポストプレーとかああいうのすごい上手いじゃんか。上手いっす、うん、じゃなくてそれはそれよりもなんか前にもういたらそこにスペースにボンって出せ、でサージェントはそこに出す入るのが上手いのよ。やっぱなんかそういうサッカーなんだよね、ブレーメンのサッカーって。なんか逆にあの全然代表じゃないですけど、うん、大迫選手が今のレッツとかに来たらいいんじゃないかなって思いました。来てくれでもレッツね、いい選手取ったじゃないですか、ノルウェーの。楽しみですよね。ユン皇帝でしょ、ユンカ、うん、ユンケル皇帝ね。そうそうそう皇帝来ましたよ。あれにもね、ノルウェーで得点をすごいと思いますよ、ノルウェーリーグで25試合27得点。デンマーク人なんだよね。デンマーク代表ではないんだけど、うんうんうん、代表じゃないですか。代表ではないらしい。どういうことなんだろう。なんかね、よくよく見たら、でも成績見たら去年まではそこまで点取ってないのよ。あ、去年急にらしいですよね。そう、一昨年まで点取ってなくて、去年急にボーンって活躍したらしくて、うん、でだから多分代表呼ばれてなかったんじゃないの。うんうんうん、好都合ですね。そうだから好都合で、なんかそのノルウェーのチームがなんか多分オプションかな、なんかを達成したら移籍いいよみたいなこと言ってたのに、それをなんかそれを達成したのに移籍をなんか認めてくれなくて、一回合宿所からなんか逃亡したっていうニュースを見たけど、うん、ね、そうか。まあでもそれでいろんなねチームがこうなんかね、来た時にまあ浦和でもいいって思ってくれたっていうのは嬉しいよね。そうですね、うん、俺そのユンカーが来るっていうこともすごいと思ったんですけど、そのユンカーのメディカルチェックをフェイエノルトでやってるっていうのが、そうだね、しかもあれ大月さんがなんかつないだんですよねって記事読んだんですけど。大月さんがつないだ、大月さんが開拓したらしいですよ、フェイエノルトとのパイプを。あ、そうなのって記事に書いてました。それは初めて知ったぞ。なんか西野さんでしたっけ、うん、西野勤さん、うん、うん、と、なんか大月さんがって書いてましたね。へぇ、まあ、大月さんすげえなと思って。大月さんはね、そういうのの方がいいんですよ、うんうん、いますよね、そのコーチの方がいいタイプと。そうそうそう、もともとね、フェイエノールトとレッズって言ったら小野伸二、まあ、からっすよね。そうなんだよ、うん、大丈夫、1分未満、もう一回やる、1分未満になりましたね。
一旦じゃあちょっともう一回やり直しますね。はい、はい、はい、じゃあ止めます。